にちは、いつもご視聴ありがとうございます。今日はまずはこれロングトーンやってみようという動画をお届けしたいと思います。このチャンネルを見てくださっている皆さんの中にはフルート始めて、まだ数ヶ月、もしかしたら数週間、いやこれから始めたいかもしれない、始めるかもしれないっていう方がくださってると思います。やっぱりこう管楽器の基本の基本、音音色を作るロングトーンの練習大事になってきます。でこれはまあ、初心者、中級者、上級者、フルートの経験年数に関わらず、ロングトーンはねやっぱり大事なエクササイズですので、今日は初級者の方、初心者の方、まだフルート持って1ヶ月とかそういう方でも比較的優しく5分から10分の間でできるロングトーンやっていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。まず最初に初心者初級者の方がロングトーン、まあ私でもそうなんですけれども、低音域、特にこの左手だけを使った運指の音たちをロングトーンをするのがいいって私言っています。まあ比較的優しいかなと思います。管がまだ短いですので、息がそんなにしっかり入って、管の底まで入ってなくても音が容易になりやすいっていう点と、まあ低音域なので、高音ほどプレッシャーがかからないということになりますので、まずは、低音域のですね、ドレミファソラシでいうシ、そしてシのフラット、ラ、ラのフラット、まあソのシャープと思います、ソ。で、ファのシャープ、ファと、この7つの音をロングトーンしていきたいと思います。シー、ファーで、まずこの、まあすぐね、こう楽器を持って吹くのもいいんですけれども、ちょっとその前に皆さんにやっていただきたいことがあって、それは何かっていうと、歌うということです。声の質、微声とか悪声とか、まあ、それはあんまり関係ないんですけど、チューニングはちゃんと 割と音程は取った方がいいかなと思います。どちらでもいいです。男性女性、オクターブ違っても全然大丈夫ですので、ご自身の歌いやすい音域で、まずこれ歌うっていうのはやっぱりすごい大事で、喉が開くっていうのもありますし、この歌ってる時のこの息の流れがもうそっくりそのまま、このここも共鳴さすと、やっぱりいい音の響きが作れますので、ぜひね、フルート持ってすぐロングトーン音出したい、そのちょっと前に一手間ですね、今からやるロングトーンの音を立ってみてください。で最初の、3拍吐いて、最後1拍2分9分で息を、空気を取り入れてください。3拍吐きます。でその息を取るときに鼻から今回は取ってみてください。まずはフルートなしで練習してみましょう。まず吐きます。1、2、3、4で吸って、また1、2、3、4で吸います。1、2、3。まずこれだけでちょっと 2、3回練習、予備練習してみてください。では早速フルート持ってやってみましょう。さっき歌ったこれを思い出してください。歌っても構いません。
を2回繰り返してください。2回目は1回目よりうまくいくようにちょっと努力してみてください。歌って息の流れも確認して 2,3 回準備体操してから始めてください。もしかしたらいらっしゃるかもしれないです。なんかね、フルート吹くっていう言いますが、まあ、言葉は言葉で、あんまりこの吹くっていうこのなんていうのかな、イメージっていうそのイメージがあるから、どうしてもここにこう構えた時にふって吹くイメージがあるかもしれないんですけど、フルートってそうじゃなくて、最初私が歌ってこれ始めてくださいって言ったそのこの時の口の形でもいいと思います。無理に口を作ろうとしないでください。それが無理に口を作らなくて出した音がボサボサで輪郭もなくて倍音もなくて、 もちろんそれが最初は当然普通なんで、そこからまあ皆さんが思うような音にしていけばいいと思いますので、まずはね、そのぐっとこうなんか力を入れてフルートを吹くっていう口を作ろうと無理にしないのがコツかなと思います。あー歌ってますね、これ。あーこのままこれをこうここね、ちょっと話それますけど、ここを見て、ここ見て、顔は頭部間に向けて、で頭部間を近づく。このギスキーの、ギスキーの後ろね、ギスレバーを見て、目と目の間に乗ってきて、はい、で顔は頭部間向けて、頭部間に行かないで、頭部間が自分の方に来てください。はい、でこれ、最初ボサボサでガサガサでご自身のイメージしている音と違っても、まあ、最初ね1ヶ月や半年や1年や私も動画で何回も言ってますけど、イメージ通りの音になるにはね、やっぱり
私ももう30年吹いてますので、それでもまだ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 追い求めていますので、やっぱそれなりの、ね、時間かかるんですけれども、最初からね口を作らない方がいいです。あーあーあササイズ、多分5分、10分、15分あればできると思います。全部やろうと思うと丁寧にやって、繰り返しなども含めると10分、15分かかるかと思うんですけれども、1、2番だけでもいいし、今日は5番だけでもいいしっていう風にして、そうですね、2週間ぐらい続けて継続してやっていただけたら、ちょっとはなんか、見えてくるんじゃないかなと思います。初心者さんでも優しいような、左手だけの、しかも低音域のロングトーンを先にすることをお勧めします。で、今ここに出ている PDF はですね、 VIP メンバーさんはダウンロードしていただける
るように掲示板にリンクに貼っておきます。メンバーシップも募集しております。 VIP 会員になるとね、こういう、PDF だけじゃなくて月に2回3回ぐらいのレッスン動画、上げています。今月はモイーズさんの、マルセ・モイーズのフルートのための、24の旋律的小練習曲と変奏か、過去初級リリュック社の、あれをレッスン動画で上げています。興味のある方はメンバーシップの VIP 会員に、なっていただけたら、そちらの動画も見れるようになっています。そちらの動画のレッスン動画におきましても PDF、 私がレッスンでこう隣で書いて、いろんな注意書きを書いたりしている PDF も配布していますので、ぜひよかったら検討してみてください。私のチャンネルではフルート演奏のコツや練習方法の提案などをしています。このチャンネルが気に入ってくださいましたら、いいねやチャンネル登録していただけると嬉しいです。友達や仲間にも勧めていただけると嬉しいです。今日もご視聴ありがとうございました。それではまた次回。